知りたか。さすがと表したのは川村勇輝選手。現在現役高校生ながら B1 リーグプロバスケットチームで活躍をしています。インターハイ制覇、ウィンターカップ2連覇、福岡第一バスケットボール部の優勝祝賀会の貴重な映像です。近い。もうね、写真が撮りたい。日本バスケ界を背負って立つような存在になってるじゃないですか、実際。もうドキドキしてますもん、ドキドキしてる。あ、サイン書いてる。子供に川村くんサイン書いてます。あら、もうなんかプロの顔になってる気がする。あ、ご無沙汰しております。ウィンターカップの前以来で。あ、はい、覚えてます。覚えてくれてますか。もうすごい見てますよ。いや、全然。僕はちょっとエアーで乾杯させてもらっていいですか。乾杯。本当にウィンターカップおめでとうございました。ありがとうございます。ねえ、なんか笑顔を久々に見た気がして。ありがとうございます。やはり今プレー中とインタビューがね、はい、多いんで。そうですね。ねえ、これからも、まあ、大学生活を間とかでも特別試合とかでもやっていけると思っているので、まあ、いち早くプロでやっていって、できるところまでバスケ B リーグの方でやっていきたいなと思ってます。今日どんな時間にしたいですか。そうですね。先生方とか感謝の気持ちを伝えたり、まあ、チームメイトと久々に会うのですごい楽しい時間にしていきたいなと思ってます。はい、KBC アナウンサーの長岡大也でした。大好きです。川村選手、チームメイトとめっちゃ仲がいいんです。ラブなんです。カメラいるじゃないですか。いるいる。隣来るんですよ。いるじゃないですか。嫌なんですよ。なんで？カメラに入るから。なんで寄るんすか。一緒に映りたい。違う違う。まだです。まだです。時々なんか男にでもデレデレします。寝るじゃないですか。はい。サムライフォーラスです。あら。楽しそうな顔してんで、やってあげます。でも3位と、その感覚を失ってるわけじゃないですか。悲しいです。抱き枕がいないんで。バスケ部引退して、なんか解禁したものありますよね。あ、アイス食べました。何アイス食べました。31のキャラメルリボン。え、こんな感じなんですか。キャラメルリボン。川村君、こんな感じなんですか。岡君、そうなんですか。3年間共に苦しい練習を耐え抜いた仲間たち、卒業後は別々の道へ。今後はライバルとして戦うかもしれません。自分も違う県で福岡県の皆さんにいい刺激を与えれるように頑張っていきたいと思いますので、これからも引き続き応援など